<で>どうも PDR さんです今週もやってまいりました PDR さんが皆さんにどうでもいい YouTube ニュースをおもしろおかしくお届けする PDR さんの YouTube ニュースまとめ一つ一つについて動画作るのがめんどくさいから早速最初のニュースに入る前に 高評価チャンネル登録こじきタイムぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いしますははい、はいでは最初のニュースです中町 JPYouTube 動画に陰部移り込み謝罪 <laughs> 出だしから飛ばすね <laughs> おや ラファエル。自身の名を語った詐欺に注意喚起。なるほど。もともと怪しいことをしてきた YouTuber の名前を使って、怪しいことをしてる人がいると。ややこしいわ。4人組 YouTuber グループ、ファミリーズが9ヶ月ぶりに活動再開。やったーファミリーズが復活したー相棒ファミリーズ知ってんのもちろんホーミーズ大好きだから、ファミリーズね。うん。そうとも言う。本当に知ってんのうん。 18金ファミリーズから神という名の素人からファミリーズに改名したグループ YouTuber。うん。 本当に知ってるんだ。ちなみに PDR さんは千葉新推しです。それ、ホーミーズだろうヒカキンが1億円でで買っったたた高級腕時計たった半年で大変なことにはい、ヒカキンが去年ローレックスを2本、合計1億1260万円を税金対策のために買ったんですけど、先日、1億円で買った時計が大変なことになってしまいましたえぇ、ー、という動画を出しました。壊した盗まれた間違えてトイレに流したあ 猫が食べたって期待するじゃん。じゃあ何時計の値段が爆上がりした。あー。ただの自慢じゃねえかよだからそれが今の YouTube なんだよ、相棒。まあ。相棒も何か自慢したらいや、いい。いいじゃん、たまには。自慢することか。じゃあ。あ、PDR さんの娘は、可愛いほら、もっと。PDR さんの娘は、超可愛い。そうそう、もっともっと。 PDR さんの娘は可愛すぎて一緒に渋谷に行った時に街行く人が立ち止まって可愛いっていうぐらい可愛い。そう、その調子。で一緒に信号待ちをしてる時に信号が変わるちょっと前に3人組の女性が目の前に現れて信号が変わった瞬間にスマホを見てて全く動かなくて殺意が芽生えました。やっぱ最後はそうなるか。 15歳のティックトッカータクをショットガン持ったファン襲撃、父親により射殺される。これは2020年に起きたことなんですけど、簡単に説明しますと、エイバー・グレイスという15歳の当時13歳のティックトッカーがいます。そして彼女のストーカーファンのエリックがいます。エリックは エイバーさんの友人から彼女の写真や電話番号を買い取りました。クソすぎだろ、その友人。彼はしつこくメッセージをし、嫌になったエイバーさんが彼をすべてのアカウントでブロックをしましたが、彼は逆上し、エイバーさんの家にショットガンを持って現れました。さすがアメリカ。元警官のエイバーさんの父は、彼にショットガンを下ろすよう説得しようとしたんですけど、彼は応じなかったため、父は 発砲をし、しししエリックは死亡してましまいましたやっぱ怖えな銃社会ってそれに比べて日本って平和だよな <noise> うん木下ゆきな解説2か月更新途絶えた YouTube を再始動あっ木下ビンゴどこ行ったどこ行った木下ビンゴまさか戻ってくるとはな木下さんっていろいろ叩かれてるけどチャレンジャーだよねあっ あったーはいユッキーナはお久しぶりです。 という動画で復活し、動画の9割はスタッフと話しながら横向いてます。復活早々視聴者に喧嘩を売ってくスタイル。動画見たんですけど、色々と言い訳臭かったですね。チャンネルの方向性が定まらなかった。みんながテレビに出てる木下ゆきなを見たいと思ってたからあのキャラを演じてた。素の自分を出さない方がいいと思ってた。生放送の前にテンションを上げるためにお酒を飲んでいた。これからはネオゆきなとしてやっていきます。ネオがつくと、だいたいくない。 さらに今まで言えないと思っていた自分はうつ病やパニック障害だと、だったと告白。このタイミングで言うかねえ。木下さん、それらの病気を本当に患ってたのであれば、とても辛い。辛かったと思いますが、このタイミングでそれを言うと、どうしても同情を買おうとしてるようにしか見えません。うん。木下さん、スタッフいるみたいですけど、なんか、 これやったら炎上しちゃうからこうした方がいいよって言ってくれるような人を雇った方がいいと思いますじゃないと今後厳しいかもしれません東谷義和人気ジャニーズタレントの暴露を予告やっとりますと宣言はいまた BTS に合わせますよ詐欺と言われているおじさんがまた自分のことを棚に上げて芸能人の暴露予告をしました <laughs> 動画では今まで交流があった俳優タレントリストを作りました。昨日はミュージシャンリストを作ったみたいですね。おいみんな早く東谷の LINE に変身しろよこの19分の動画をまとめますと、この人は俺の服買ったからいいやつ。この人の裏話はある。この人は10年の付き合いがある。この人はあまり交流がない。藤井流星、俺の悪口言ったから近々暴露する。ブラ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 ,ブラファッキングブラ 2倍速でも寝そうになりました。暴露ないの？収益化したらするってなんだよ。それまあもう収益化してるみたいですけどね。じゃあもうそろそろかな。てか、そんなことよりさ何いい加減効果音の音量下げろよ。 PDR さんの新しいパーカーが完成しました。NWO のパロディパーカーです。ウルフパックレッドもあるよ。欲しい人は下のリンクで PDR さんのすずりページに飛んでってください。WWE 様、PDR さんはネットワークを解約しましたが。訴えないでください。The preceding announcement has been paid by PDR さん。<laughs> 中高生クリエイター4人によるウーム公式 TikTok ユニット、QUN 結成。ウームが、Q un! というティーン女性 TikTok ユニットを作ったんですけどぜひ PDR さんの TikTok フォローお願いしますおいはじめ社長が畑への不満漏らすそんなに仲良くないんじゃんはじめによると話はちょっと持ったんですけどまあなんかちょっとあって話し合ってもう大丈夫みたいなんではじめサウナいつ作んのいつ PDR さん呼ぶの相棒 しつこい。絵頭2時50分が好きな YouTuber ランキング2連覇を達成。世界中の人が楽しみにしていたオリコンの好きな YouTuber ランキング。調査対象オリコンモニターリサーチ会員1000名10代から50代男女です。ではまず、10位。いやもう1位ネタバレしてんじゃん。し、10位。渡辺直美。知ってる。9位。かまいたち。顔見たことある。8位。ひろし。エンタに出てきた時はチャンネルを回しましたが、キャンプ動画は嫌いじゃないです。 23回ぐらいしか見てないけど7位ななかなかりりなかなかりりすなか知らん6位川口春奈誰五5位はらみちゃんピアノの人4位本田翼ちょっと待って本田翼は確かに有名です PDR さんが知ってるぐらいだからでも去年動画 2本しか出してないんですよ。2本。4位はさすがにちょっとおかしくないか。事務所にランキング入れてくれってお願いされたのかな3位、白石舞。ねえ、もうわかんないんだけど、これ本当に好きな YouTuber ランキングなの2位、ヒカキン。はぁ、あ。ヒカキンを見てこんなに安心したのは初めてかもしれない。1位、エガちゃんだろうん。おめでとう、エガちゃん。 てか芸能人ばっかじゃん。年代別で見るともう少しいるけど、時代遅れなオリコンによるうさんくさいランキングだから仕方ないよ。じゃあなんで紹介したのおいオリコン !PDR さんの視聴者の大切な時間を無駄にしやがって謝れよお前だよじゃということで、セカちゃん宣伝ターン 皆さんは PDR さんがもっと見たいですか見たいでーすでしたら PDR さんのメインチャンネル旧ゴミ箱チャンネルぜひ登録登録今週は動画4本出しました4本ですよみ <laughs> ましたかぜひ登録お願いします皆さんは今日取り上げたニュースでどれが気になりましたかそしてどう思いましたかぜひ意見をお聞かせくださいあと前回の動画とおっととい メインチャンネルでも動画出したんでぜひぜひチェックしてください。で